どうも柴田です。突然ですかね、僕は今ここ徳島県にいます。なぜ徳島にいるかというと、ピーマート TV の前ちょっと言ったピーマート TV の、取材のためにね、ロケのために、来ております。実践はね明日なんだけども、今日はもう前乗りということで、前日から来てますよ。こちらにね、スタッフさんもおります。おい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 、はい、おいリトルよ、はい、おいリトルよ、リトル、はい、おいおいおい、この度は、はい、俺を、はい、俺を、はい、俺をピーマート TV に呼んでくれてありがとう。こちらこそ。お前の気持ちは分かるぞ。お前の気持ちは分かるぞ。なんすか。毎日、はい、会社で働いて、はい、毎日毎日、はい、毎日同じ同じおい同じ生活だよ。おい、いや違う、おいおい、それで、はい、おい何か、はい、ピーマートに新しい風を吹かしたくて、おいこの俺柴田におい声をかけたんだろ。違います。おいおい、いいか、今から作戦会議だ。ということで、徳島駅周辺の居酒屋とラーメン屋で飯を食って打ち合わせをしてきました。いや明日は実践です。いや楽しみだ。頑張りましょう。頑張りましょう。おい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 、リトルよ、リトルどうだ、明日はついに、明日ついに実践だ。おいおい、俺はこの業界に足を踏み入れたからにはパチスロ界を変えたいと思ってる。よっ、いとるよ、いとるよ、いとるよ。あんまり怒られない程度にします。いとるよ怒られたらちょっとどうしようもない。怒られないよ怒るとか怒らないとかそんなんはどうでもいいんじゃ。いとるよ。よくないっす。いとるよ。本当に怒らないようにしてください。いとるよ。ほとんど怒らないよ。俺は革命じゃ。はい、革命じゃ。大丈夫っす。ピーマート TV のそしてスロット業界の革命じゃ。見とるよ見とるよ。明日はよろしく頼むぞ。よろしくお願いします。はい、ということで、ホテルに帰ってきました。これからね、まあしばし寝て、明日は朝一から、G1 住吉店に実践に行く感じになります。ちなみに僕の部屋の隣はさっきの、スタッフの、リトルさんがこうね泊まってます。壁一個は離れたからね、もうリトルさんいるから。これ、いやー明日はなんとかね、こう面白い動画撮って再生数ガッと上げて、ピーマート TV にねちょっと貢献したいと思ってますよ。いやー、リトルよ、リトルよ、リトルよ、俺は YouTube の本社から出入り禁止を食らって俺は寂しかったんじゃ。だからリトル、お前が俺に声をかけてくれたのが本当に嬉しかったんじゃ。リトルよ、リトルよ、
ありがとうの。明日は、俺が、面白い動画を撮ってやるから。リトルよ、楽しみにしておけ。